俺たちのジャパンへようこそ。皆さんにとって睡眠とはどのようなものでしょうか。私たち人間が生きていく上で絶対に必要なものは睡眠ですよね。毎日何の気なしに寝ている人が多いかと思いますが、睡眠の質が私たちにもたらす影響は思っている以上に大きいようです。そのため毎日使う寝具にはなるべく気を使って健康を守っていく必要がありそうですね。今回ご紹介するエピソードに登場するアメリカ人女性は、体の不調に悩む夫の行動をきっかけに日本製の寝具を使うことになります。それまで当然のように欧米の寝具を使ってきた彼女ですが、初めて日本製を使ってみて大きな衝撃を受けたんだとか。一体彼女は日本製の寝具でどのような体験をしたのでしょうか。ぜひ最後まで見て真相を確かめてみてくださいね。私はアメリカ人のジェシカ。夫と二人の娘と4人で暮らしていたけれど、今じゃ2人の娘も自立して家を出たので、夫と2人で暮らしているわ。つい最近結婚して、つい最近出産して、つい最近娘たちが学校に入学して、そんな気分だったのに、時の流れって早いものよね。当然私たちも年老いて、最近じゃ体が痛くなったり、食べる量も以前より少なくなったり、ひしひしと年齢を感じているけれど、それは自然なことなのだと受け入れているつもり。でも私の夫はどうやらそうではないらしい。最近体が痛いんだよな。どうしたものか。最近毎日口癖のようにそんなことばかり言っている。だから私はいつも決まって、年取ったんだから仕方ないでしょ、弱音吐いたって若返るわけじゃないのよ、なんて小言を言っている。夫は言っても仕方のないことをうじうじと考え続ける癖があるの。私だって肩が上がらないし腰が痛いけど、気にしないで前向きに頑張ろうとしているのに、夫は根性が足りないのよね。こんなに体が痛いのには何か原因があると思うんだよな。最近調べてるんだけど、いまいちピンとこないんだ。今日も夫はうじうじとそんなことを言い始めた。だから言ってあげたのよ。原因なんてないわよ。機械だって年月が経てば劣化するように、人間だって少しずつ不調が出てくるものなのよ。そんなことでいちいち気に病んでいたら心が疲れてしまうわよ。原因があるとしたら、その考えすぎと運動不足のせいじゃない？最近ブクブク太ってきたみたいだし。私の言葉によっては、そうだな、ダイエットもしないとな、なんて言いながらもいまいち腑に落ちていない様子で、インターネットを開いては何かを調べているようだったけど、もう放っておくことにしたわ。こだわりが強いから何を言っても聞かないのよね。自分が納得できるまでとことん調べなきゃ気が済まない人だから。でもそれから数日、体の不調に関して愚痴を言ってくることはすっかりなくなった。だからてっきりやっと諦めたのね、そう思っていたんだけど、それからしばらくして夫は衝撃的なことを告白してきた。その日は夫の仕事が休みで、昼間から2人で過ごしていたの。とは言っても、私は趣味のお菓子作り。夫は何やらそわそわしながらテレビを見ていたから、それぞれ違う部屋にいたんだけど、すると玄関の呼び鈴が鳴ったので、私は急いで玄関に向かった。だけど、珍しく私より夫が先に出ていたのよね。普段は率先してお客様を迎えに行くことなんてないから、少しびっくりしちゃったわ。相手はどうやら宅配業者みたいだったけど、私は何かをオーダーした心当たりはない。そこですぐ感づいたわ。さては夫、私に言わず何かを購入していたのね。
一体何を買ったのかと思いながら夫の方を見ていたんだけど、宅配業者の人から受け取った荷物の大きさにびっくり。夫の体と同じくらい大きな段ボールを2つも受け取っていたのだから、もう娘たちもいないし、お金は割と自由に使える。だから小さなことでいちいち小言を言う気はなかったんだけど、あまりの荷物の大きさにさすがにスルーするわけにはいかなかった。ちょっとどういうこと？私に相談もなしに一体何を買ったの？驚く私に夫は得意げにこう言ったわ。サプライズだよ、きっと君も喜ぶから。あまりにも自信満々に言うので、それ以上怒れなくなって、頭の中は一体どんな楽しいものが入っているのかというワクワクでいっぱいになってしまった。私っていくつになってもこういう単純な頭をしているのよね。夫がその大きな段ボールを開けると、中から出てきたのはぎゅうぎゅうに圧縮された白い物体。しばらく見ていてすぐに気がついたわ。何これ、寝具？確かにそれは寝るときベッドの上で使う寝具だった。でももちろん家には十分な量のそれがあるし、汚れたりくたびれたりしたわけでもない。だから買い替える必要は全くなかったの。それにもかかわらず、夫がなぜそれを購入したのか全然理解ができなかった。すると夫は、そうだよ、日本製の素晴らしい寝具で布団って言うんだと得意げに言いながら、圧縮袋から布団を取り出していった。でも寝具ならうちにもあるじゃない、なんでこのタイミングで買い替えたの？夫の思考についていけない私が尋ねると、うちにあるものとじゃレベルが違うんだよ。念入りに調べて分かったのが、最近の体の不調は寝具が合っていないことが原因だって分かったんだ。それでこの日本の寝具が素晴らしいって知ったから迷わず購入したんだよ。君もきっと使ってみたらこの言葉の意味が理解できるんじゃないかな。随分と自信がある様子。どうやら夫は私の分と合わせて2組購入したみたい。体の不調については諦めてくれたと思っていたのに、しばらく静かだったのはこれを買ったからだったんだ。夫の思いつきによる行動もやれやれだわ。まあ昔からこういう人だから諦めもついているんだけど、そう思いながら段ボールの中から出てきた請求書を何の気なしに見てみたの。そうしたら、ちょっと何よこの金額、素晴らしい寝具なのはわかるけど相談しないで買うには高すぎるでしょう。そう、請求書には今我が家で使っている寝具よりゼロが一つ分多い金額が記されていたの。自分でも目を疑ったけれど、それは紛れもなく現実だったわ。でも夫はヘラヘラと笑いながら、いや、僕も初めは金額に驚いたんだ。でもその驚きも上回るくらい質がいいって聞いてね。それなら購入するべきだって思ったんだよ。という。まだ使ってみてもいないくせに、なぜそこまでインターネット上の評判を鵜呑みにできるのか。私には不思議でならなかった。確かにうちの寝具は安物かもしれないわ。でもいくら質がいいからってこんなに高いわけないじゃない。あなたはきっと騙されたのよ。わざわざ高いだけの日本の寝具をまんまと購入させられて、二つもどうするのよ。とうとう怒りが爆発した私。さすがの夫もまずいと理解してくれたみたいで、ジェシカ、悪かった。君に相談もせずに買ったのは間違っていたよ。でも、きっと実際に使ってみたら、高くても買ってよかったって思えるはずだから、落ち着いてくれよ、な。となだめ始めた。だからといって、すぐに機嫌を直せるわけはなく、
その日のうちにその高級寝具を使う気にもなれなくて、夫はその日から早速その寝具を使って寝たみたいだけど、私は今まで通りいつもの寝具で一晩過ごした。そうして次の朝、夫は喧嘩しているのを忘れているのか、大興奮で私に話しかけてきた。ジェシカ、やっぱり布団は素晴らしかったよ。毎日寝起きは背中も腰も痛くて仕方がなかったのに、この通りとてもすっきりしているんだ。あまりにも嬉しそうだったので、正直その寝具が気にならないかと言ったら嘘になる。でも意地もあるもので、なかなかすぐに、そう、じゃあ今晩から使ってみるわとは言えなかった。気持ちの問題じゃないの？あなた影響されやすい性格じゃない。私は意地悪を言ったけど、夫には通じなかったみたい。僕の性格が単純なのは否定しないけど、布団の素晴らしさは本物だよ。そんなに否定したいのなら、一度使ってみてからにしたらどうだい？夫はわざとそんな皮肉めいた言い方をして、にやりと笑ってみせた。夫も伊達に、何十年も私と添い遂げているわけじゃないのよね。素直じゃない性格の私が、なるべく受け入れやすいように、わざとそんな言葉を選んでくれた。だからやっと、そうね。そんなに言うなら、試してみてもいいかもしれないわね。ということができたの。そうして私は、信じられないくらい高価な、日本の布団とやらを試してみることになった。その結果、私も翌朝には、昨日の夫と同じような反応をしていた。何なの？あの布団ってものは、本当に寝具一つで、こんなに体が変わるものなの？思った以上に大きな反応を示した私を見て、夫はとても満足げだった。それはすごく悔しかったけど、でも嘘なんかつけないくらい、本当に違いを実感したの。加齢のせいで硬くなった、筋肉や体の節々の痛みは、諦めて付き合っていくしかない。本当に心の底からそう思っていたのに、たった一晩で、こんなにすっきり具合が違うなんて。体が楽になっただけで、一日をとても前向きに始められる気がしたわ。どうやら、日本は古くから床で寝るのを習慣にしていたみたいなんだ。現在は欧米と同じく、ベッドを利用する人が増えているみたいなんだけど、昔の名残で硬い寝具の方が好まれているそうだよ。夫の説明を聞いて、なるほどと思った。私は今まで寝具は柔らかければ柔らかいほど体に優しくいいものだと思っていたから、あえて硬くすることで体本来のカーブに負荷をかけないということみたい。もちろん寝具の相性の個人差はあるみたいだけど、私たちにとってはこの日本風の寝具がバッチリあったのよね。ほら、僕の言った通り、高級でも日本の寝具を使ってみてよかっただろう。僕たちはまだ華麗で諦めを感じるのには早すぎるのさ。夫の言葉に私は大きくうなずいた。そうね、あなたの言う通りだわ。こうして私たちは日本の寝具を使い、不調のないストレスフリーな生活を取り戻した。こだわりが強く、思いつきで行動する夫には、相変わらず呆れることもあるけれど、夫のおかげで、こんな風に生活が変わった体験があるから、以前より否定しないよう心がけているわ。そしてまた、生活をより良くする素晴らしい出会いがあることを、心の中で期待して。寝具って、ただ眠れればいいと思っていたけど、やっぱりいいものを買うと生活の質が大きく変わるんだね。参考にしようと思ったよ。日本は床で寝る文化があったから、硬い布団を作っているというのはもちろん、一つ一つに対してとても真面目に研究しているから、多くの人を感動させる商品を作れるんだと思う。そんなに素晴らしい寝具なら、
一度は寝てみたいな。まあそんなに高級なら僕が購入できる日は来なさそうだけどね。はははだいぶ夫婦のパワーバランスが顕著な二人だけど、奥さんを見返せてよかったね。旦那さんのリサーチ能力の賜物なんじゃない？私も寝具は柔らかい方が気持ちいいと思っていたけど、本当に体に合っているかと聞かれるとわからなくなってきた。硬いものを買ってみようかな。普段使っているものよりも数段高いものを購入するのは相当勇気がいることですよね。別に今のでも困ってないし、そう考えてしまう人は多いと思います。しかし多少お金がかかってもいいものを購入すると思っている以上に生活に影響をもたらすことが分かりました。皆さんも自分に合った布団探しをしてみるのはいかがでしょうか。布団やベッドにまつわるエピソードなどがありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。